皆さんこんにちは。 SNS で大きな話題を集め、15万人のフォロワーが入るなど大人気だった中日ファンの赤味噌さん、さまざまなデータを駆使し投稿がたびたびトレンド入りするなど注目を集めていましたが、先日プロ野球選手も巻き込む炎上騒動が発展、そして裏垢が発掘されるや否や、これまた騒動に発展し、ついにはアカウント削除にまで至る事態となりました。一体なぜここまで炎上したのでしょうか。また裏垢の真相は。そこで今回は赤味噌さんの騒動についてまとめてみました。SNS で活動し、さまざまなデータを使って持論などを展開してきた赤味噌さん。中日ファンの方で同時に外国人選手が好きな人物で、大リーグ、MLB、キューバ国内リーグ、メキシカンリーグなど各国の野球に精通しており、ドラゴンズに新しい情報があればすぐさま SNS に投稿しています。中でも赤味噌って何者と世間を騒がせたのが4月1日の投稿。実際中日が仮に外国人投手獲得するとしたら、ウンベルト・メヒアあたりだと思うし、今メヒアが取れるなら個人的に取ってほしいと書き込み、その後のメヒア投手の獲得、5月24日入団発表を予言、球団の新外国人獲得の考えすら報じられておらず、実は球団関係者ではないか、中日新聞の記者じゃないのかなど、さまざまな憶測が飛び交っていました。実際はただの一般人で、データをもとに憶測を立ててつぶやき、見事正解したというわけですね。今では中日はもちろん全国の野球ファンからも認知され、その知識やデータを買われていた赤味噌さん、選手もその存在を認知しているほどで、その影響力は極めて大きいと言えます。そんな赤味噌さんですが、先日ある炎上騒動が起きました。それは先日の春季キャンプで行われたシード打撃でのこと。赤味噌さんはこの時、純粋な疑問だけど、スタメン DH 後藤俊太の意図が普通に気になりすぎると後藤選手の DH 起用への疑問を投稿。そして打撃も見たいとか今季も代打とかなったら、何のためのオフの複数野手獲得だよとなっちゃうし、彼と加藤翔平は今年こそ守備要員で頼むと続けて投稿していました。後藤選手は2011年から2022年まで俊太の登録名でオリックスにいた選手で、2022年途中からトレードで中日に加入。50m走6秒0の俊速と遠投 120m の強肩で、投手としても最速 147km 毎時を記録したこともある。身体能力の高さが特徴の選手で、特に強肩と広い守備範囲を生かした外野守備の評価が高く、たびたびすごい守備を見せていました。一方で打撃成績は正直あまり良くなく、通算12年のプロ生活で通算打率は218、2020年以降は出場数が少ないとはいえ、打率は全て1割台で終わっており、数字で見ても守備の選手という印象が強い選手と言えるでしょう。 DH というのは守備につかない代わりにバッティングに専念する、いわば打撃のスペシャリストが務めるポジションで、バッティングでチームに良い結果をもたらすことが見込める選手がつくことの多いポジションのため、この起用の仕方に赤味噌さんは疑問を抱かざるを得なかったようです。ですが書き方の問題もあったのか、このツイートには賛否が集まり、そしてこのツイートの後に後藤選手は見事ホームランを放ったことでこれが炎上。赤味噌さんも反論の投稿を続けるなど、ガチャガチャした結果となります。ここまでならよくあるファン同士の争いですし良かったのですが、この一連の騒動を中日の公式 YouTube チャンネルが、この本塁打を含むキャンプのダイジェスト動画を投稿。タイトルに後藤俊太選手が雑音を一掃と付け投稿し、これが騒動に発展する形となります。この雑音というのは、先日した後藤選手の起用に関するファン同士のいざこざをひっくるめて付けられたと思いますが、その騒動の発端となった赤味噌さんは、これから雑音らしいです、よろしくお願いいたしますと自ら公式から雑音扱いされたことを投稿し、これが一気に拡散される事態に。中日はその後雑音の部分を削除し、タイトルも修正されていましたが、これに赤味噌さんは
形成するなら初めからやらないでほしい。メディアの親会社を持つ球団のやることじゃないと苦言。批判は OK、 誹謗中傷は NG でいきましょうと訴えました。そしてこの騒動は後藤選手にも届いたようで、後藤選手はインスタのストーリーで、ツイッターで話題になってるみたいで、皆さんが僕に対して思うことはあると思いますが、愛する人たちや僕を応援してくれるファンの皆様のためにも、チームのためにも任された場所で、責任を持って全力でプレーしたいと思います。と投稿しています。その後赤味噌さんは、自分も悪いところがあったとして謝罪。この件は終わりにしようと、打ち切りを提案しました。これで終わればよかったのですが、その後、赤味噌さんの裏垢と呼ばれる、過激な発言をしているアカウントが見つかり、再び騒動に、最終的にアカウント削除に至る事態になっています。騒動のきっかけは、ちなやくというアカウントと、赤味噌さんが同一人物なのでは、と疑われるツイートから広まっていきます。そして、X でパスワードリセットの際に出てくる、電話番号の下2桁が一致しているということで、同一人物説が根強くなっていきます。このちなやくというアカウントは、過激的な投稿をよく行っており、ファンの間では、害悪系ファンとして認知されていました。誹謗中傷に近い投稿ばかりで、苦手な人も多かったであろうこのアカウント。一方で赤味噌さんのことは一貫して擁護しており、赤味噌信者としても有名だったこのアカウント。しかし、同一人物の可能性が浮上したことで、これらが一気に蒸し返され、別の騒動へと発展したのです。そして赤味噌さんはアカウントを削除。この騒動はトレンド入りし大きな話題に。その後、一瞬だけ復活し、ホストにて今回の件について説明を開始。まとめると、ちなやくと赤味噌さんは同一人物であるとして、ほのめかす感じでしたがほぼ事実。自分は幼い人間として間違っていたと謝罪。過激な発言などについても謝罪し、2022年は敵を作りたくなくて我慢していたと話していました。赤味噌さんはどんなにひどい試合でもポジティブな投稿を行っていて話題になっていました。しかし昨年はこれまでと打って変わってやや攻撃的な面が目立つ投稿が増えており、たびたび批判が出ていたりしました。赤味噌さんとしては中日が好きで、それゆえに批評がしたかっただけだったそうです。しかしフォロワーが増えたことでそれが難しくなっていき、苦しむ事態に。今後赤味噌として動くのは無理だとしてアカウントの削除を決断したとのことです。炎上すると何もかも蒸し返されますが、今回もそういった形で大騒動に発展したみたいですね。元をたどればただ選手起用に不満を持っただけでした。ですがそこからここまで発展するのは誰も予想できなかったでしょう。ただ赤味噌さんの対応も悪手な部分が多く、もし反応しなければもう少し冷静に入れたらよかったかもしれませんね。ただ面白いデータや情報をくれていた赤味噌さんの削除は寂しいという声も多く、残念な結果になったと言えます。とりあえずこの騒動で疲れたでしょうし、一旦はゆっくり休んでまた気が向いた時に復活してくれると嬉しいですね。プロ野球選手にも言えることですが、 SNS は使い方を間違えると一気に窮地に立たされます。他の人も使い方には注意した方がいいかもですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。